開封。今回紹介する商品こちらです。ストロベリーティラミス6個入り1328円で購入しました。この商品は最近冷蔵コーナーの方に登場したスイーツ系の新商品ですね。コストコでティラミスって言ったらベーカリーで販売されてる 1.34kg ある四角い容器に入った大容量のティラミスドルチェですね。あれが一番まあ、パッとイメージされると思うんですけど、こんな感じでねパッケージ化されたものも販売されてまして、エピソード206ですでに、ね、紹介はしているんですけれども、それの新しい味、別バージョンということでね、ストロベリーのソースが使われているっていうタイプになってます。イタリア産のマスカルポーネを使ったティラミスで、甘さ控えめのちょっと大人向けの仕様になってるっていうのがこのメーカーのね、特徴なんですけど、おそらくね多分これも同じような感じだと思います。ちょっとお酒の風味が印象に残るような、そんなバランスで作られてるんで、お酒入りのチョコレートとかスイーツお菓子が苦手な方はちょっと口に合わないと思うんですけど、まあ、僕はあんまり得意じゃないけど、それでも許容範囲だったんでね、ちょっとチェックしておこうかなと思います。で、味自体もねお酒のバランスがちょっと強めなんで、やっぱ好み分かれると思うんですけど、このイタリアンティラミスの方ね、紹介して以降ずっと売り場のメインの通路側の目立つところに常に置いてあるっていうような感じで、さらに数量制限とかもね最近はあるんですよね。なんでやっぱ一般的な評価としては人気っていうことになりますんでね。はい、それでは開封していきますが、まずラベルをチェックしていきましょう。パッケージ裏面の情報は全部ね日本語で表記されております。ワインだったり酒精ですね、アルコールっぽい要素の情報もありますんで、その点ご注意ください。とで、下の部分に1個あたりのカロリーと PFC 記載があります。 90g あたり 215kcalですね、PFC は 3.9、6.8、32とのことです。で、開封。中はこんな感じでね、ガラスの容器に入ってるっていうのが一個大きな特徴かなと思います。下にストロベリーソース、マスカルポーネクリームとスポンジですね、クリームとと表面デコレーションっていう感じになってまして、と蓋はね薄めのプラスチック素材で、あとはこういう感じで一個一個きちんと封がしてあるので、食べるタイミングで開封してっていうことがちゃんとできるようになってます。これ1つ 90g で全部でね6つ入ってます。 540g ですね。コストコの商品ってどれもなんか1キロオーバーとかがね、何十個みたいな感じで買わないといけないんですけど、これはなんか買いやすいですよね。6個入りで、しかも1個あたりのサイズ感もちゃんと1食ちょうどいい感じでね分けてあるって、蓋もこうついてて個包装になってるっていう点でね、すごくこの仕様はいいと思います。それでは実食です。蓋開けた瞬間にすごいねストロベリーのいい香りがしました。うまい。記憶ではもっとガツッとお酒の感じがねしてたように思ってたんですけど、思ったよりなんか優しめですね。このストロベリーのソースのおかげなのかもしれないですけど、普通のイタリアンティラミスに比べるとアルコール感っていうのは感じ
感じにくくはなってんのかな、これ。このクリームの部分なんですけど、滑らかでふわふわっとしてて、口当たりはかなり軽めですね。あ、でもなんか食べた後ちょっとした時間差でこの辺りになんかアルコールっぽいものを感じますね。あのイタリアンティラミスの方がこのアルコール感というのは強かった気がするんで、完食、美味しい。ということで今回は新しく登場したストロベリーティラミス紹介でした。開封する前はちゃんと密封されてるんですけど、このプラスチックの蓋をねカパッと外した瞬間にイチゴの甘いいい香りがしてね、このストロベリーソースのおかげかもしれないんですけど、思ってたほどアルコール感っていうのを味では感じなかったんで、アルコール系のこういったスイーツ苦手な方でも割と食べやすいんじゃないかなと思います。これ子供が食べても大丈夫なんですかね。多分気づかずに食べるっていうのがほとんどなぐらいの味ではね、そういう感想でした。本場イタリアのマスカルポーネチーズで、本場イタリアで作られた製品ってことでね、ティラミス日本でもねかなり定着したスイーツだと思うんで、いろんな場所で食べれると思うんですけど、これはねふわふわ系の軽めの食感です。で、普通のねイタリアンティラミスの方が甘さ的にはなんか控えめな印象がありました。こっちはねストロベリーソースってこともあって、普通のティラミスに比べると直接こう甘みを感じたというか、どっちが甘いかってなるとこっちのストロベリーのティラミスの方が甘さ感じましたね。なのでさっぱり食べたいって方は生のねフレッシュなイチゴを刻んで上にトッピングとかしてあげるとバランスが取れて、見た目もねさらに良くなるんじゃないかなと思います。1パッケージ6個入りなんですけど、1食あたり 90g でデザートの量としてはちょうどいいと思いますし、賞味期限もね今回購入分は6月16日まで、ちょうどね1ヶ月先まで持つっていうような感じになるので、おそらくこの1パッケージぐらいだったら余裕でこの消費期限内ね食べきれると思います。これがティラミス入ってた容器になるんですけど、このねサイズめちゃくちゃ使いやすいんですよね。普通に100均とかでこういったサイズのねグラス売ってそうなぐらいのクオリティで、こう口に当てた時の厚みとかもねちょうどいいんで、うちでは以前買ったイタリアンティラミスのグラスはあのスタメンで普通に飲み物用のグラスとして使ってます。このグラス下の部分1センチぐらい厚みがあって、すごいねなんか作りとしてもしっかりしてますんで、グラス込みの値段で1328円って考えると全然コスパいいかなっていう感じですね。これ仮に1個100円で100均で買ったとしたら、600円分はこのグラス代っていう風になるんでね、中身100円ちょっとみたいな計算になるんでね。ただこのガラス容器もデメリットっちゃデメリットなんですよね。これを気に入ってたくさん買おうとすると必ずこのグラスがね6の倍数ずつ増えていくっていうような現象が起きちゃうんで、グラスとして再利用するにも限度があると思うので、いずれは不燃物としてねゴミ出すと思うんですけど、そういったゴミ燃えないゴミが絶対出るっていうのはちょっと面倒くさいポイントでもあると思いますので、その点ご注意ください。ちなみにねこのグラスすれすれまで水を注ぐとだいたい 190ml ぐらい、 200ml ぴったり入ってくれればよかったんですけど、ちょっとね溢れるぐらいの量になりますんで、1杯 200ml きっちり測れるみたいな使い方ができるとまた使い勝手よかったんですけど、微妙にそういった感じでは使いにくくて、ただサイズ的にもね子供に使わせるコップとしてはすごく調子がいいです。本当これメインで毎日使ってるぐらい重宝してるんで、1個か2個ね割れちゃったんですよね。今回購入して6個グラス追加っていう感じなんで、1個あたりがねちっちゃいんで全部スタッキングできますし、直近でまた買うことっていうのはちょっとないと思うんですけど、グラスが割れたら買おうかなと思います。このストロベリーティラミス自体は思った通り美味しかったんでね、この商品今日オープンして30分後ぐらいに行ってたんで、まだ売り場の方にねがっつり並んでたんですけど、人気商品の新しいバージョンってことで品薄になる可能性もね十分考えられますので、気になっている方はぜひ、ね、お早めにチェックしてみてください。
ということで現場からは以上です。今ね、4時20分ぐらいなんですけど、この時間になったらね、日陰はめっちゃ寒くなるんで、トレーナー持ってきようとよかったということで、今回の動画は以上になります。このチャンネルではコストコで買ったものを新商品のレビュー動画いろいろ出してますので、ぜひチャンネル登録してみていただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。